はい、こんにちは。私、船彩です。なんと本日9月10日木曜日の5時ぐらいだったんですかね、 JO1 のオエオの、ミュージックビデオが、300万回突破しましたということで、すぐ速攻パフォーマンスビデオがリリースされたので見ていこうと思います。よろしくお願いします。こっちはブレザーバージョンですね。あ、翔くん、そうでないっす、これ。かっこいい。なんか光の加減でみんなの顔がよく見えますね、これ。すごい。かっこいいなぁ。そうです。すごい、でも腕こんなしっかりしてたね、改めて見ると。おお、この髪型のつるぼくんかわいい。そう、スカイはこの髪の色、私好きですよ。なんかもう髪が長いレン君がもはや、なんかもう懐かしいですね、なんか今切っちゃったから。おーおー、かっこいい、かっこいい。いいね、かっこいい、かっこいい。カメラワークも結構最高じゃないですか。あ、これ手つないでんだ、知らなかった。へえ。おお、来た来た。ここここ、かっこいいんだよ、ここが。上から見るとこうなってんだね。おお、いいよ、いい、めっちゃいい。かっこいいな。ここね、おお、足長。はい、というわけでパフォーマンスビデオでなかなか300万回到達しなくて、ジャムの皆さんもすごくご苦労されてましたが、はい、私も YouTube プレミアムに切り替えてるアカウントがあって、そっちで一生懸命回したりしてたんですけど、ようやくですよ。あ、やっぱ振り付け違うのかな、ちょっとなんか手つないでたやつはやっぱり今までのテレビではしてなかったんですかね、なんかソーシャルディスタンスバージョン的な感じで。じゃあ違うのかな、どこが違うんだろう。ちょっとこういうの私探せないんですよね。もうちょっとコメント欄見てみよう、誰か気づいてるかな。でもやっぱすぐ上がったってことはかなり運営の方も待ってたのかなって思いましたけどね。ツイッターもなんか下書きに入れてたんじゃないのっていうぐらい結構速攻上げてくれましたもんね。あ、レン君のスライディング見逃してた。ここからですよね、2分06秒のここ。くぐってきたよ、レイ君が。すごい。あ、これコロナじゃないバージョンなんですね。
やっぱだからちょっと初めあそこ手つないでるんだってなったんだ私。なるほど、どこが違うんだろう。あとそれ探しましょうかね。そこの最初の寝転がってるやつはミュージックビデオのなんか最後らへんとつながってるみたいな話ですよね。あ、ここがね、あ、ここが違うんだよね、まずね。本当は手つないでんだね、みんなね。こう、手触れてんだね、こう、いちいちね。全然わかんなかった、あのテレビの時、そんなに。むしろそれが正規だと思って私たち見てたから。テレビで公開されてるのと、こう違いを見つけるのがちょっとこれ面白いですね。はい。ようやくパフォーマンスビデオが出ましたね。またこれと絡めながらですね、おえおの、通常版のミュージックビデオをまた、回していきたいなと思います。次これ500万回達成したら練習バージョン、プラクティスバージョンがアップされるそうなので、まあ、そっちがね好きな方もいらっしゃいますよね。あの足の音とかこう吐けた時に隅っこでみんな何してるのかとかね見るのが好きな方がすごい多いので、練習室バージョン楽しみなんで、まあ、頑張ってまた回していきたいなと思います。ところで、昨日までの3日間レコメンが、3日間連続 JO1 祭りだったんですけれども、なんか皆さん結構聞かれましたかね。なんか社会人の方とかラジコ入れられてると思うんでいいんですけど、すごく良かったですね。やっぱのりさん、お天気のりさんの回しがすごく上手なので、なんかいつなんかこう普通のテレビだったりとか JO1 だけでやってる例えば FC のラジオとかと違って、なんか新たな一面が知れたりとか、なんかすごい聞いてほしいところとかやってほしいことをつついてくる、なんかお天気のりさんのあの MC がですねすごくよくってめっちゃ面白かったですね。初日はズートピアと、チベスナであるレン君、スカイ君、木俣君が初日だったんですけど、レン君たちの日は腹減ったなをなんかやたらやってるのがすごい可愛かったし、あとレン君がやーってずっと言ってたのがめっちゃ可愛かったですね。はい、2日目はたくみくんとけいごくんとよなしろくんとじゅんきくんがいた。そうそう、この4人でやってて、この日からあの小梅太夫さんの真似が入り始めてめっちゃ面白かったですね。そう、よなしろくんが実は小梅太夫知らないみたいなこともちょっと分かりながらですね。あと結構なんか楽しそうでしたね。なんかけいごくんとかはすごいなんか聞いてて楽しそうだなと思いました。で昨日が、ルキ君とショセとマメちゃんとツルボ君だったんですけど、まあ、ここの4人に関してはですね、ショセとマメちゃんがラジオ媒体が初めてということだったので、2人の双方のファンの方はですねすごく楽しみに、より楽しみにされてたんじゃないかなと思うんですけど、なんかショセ君が結構よく喋ってて私安心しました、はい、あとマメちゃんとつるぼうくんがお父さんとお母さんのことパパママ呼びだっていうことがちょっと公になりまして、すごくジャムがざわついてたような感じがしますね。あとこのラジオ通して思ったんですけど、結構そのお仕事の合間になんかレッスン入れてんだなっていうのをすごい会話の端々聞きながら思いました。なんか忙しい中にもそういった練習をこう詰め込んでやってるんだなと思うと、ますますミュージックビデオ頑張って再生しなきゃいけないなと、改めて思いました。はい、とにかくあのこのレコメン JO1 祭りはすごく良かったので、またぜひねやってほしいなと思います。とあと、あ、そうそうそう、あとあれスターゲイザーね、プラチナディスクおめでとうございます。まあそんな感じで今日は終わっていきたいなと思います。私も YouTube 回すんで、はい、ということで、今日の動画は以上になります。私の動画ではよく JO1 のことをこんな感じで動画にしております。はい、この動画良かったらぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。とツイッターもしてますので、よかったらぜひフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。